どうしたんですか東京さん、どうしたんですか。なんだよ、怒ってません。いや、イライラしてるんだ感じ。どうしたんですか。だってよ、いつも俺はよ、視聴者の方にさ、バドミントンを純粋に伝えたいと思って純粋にバドミントンの話をしてるわけじゃん。そうだろ。はい。なのによ、コメント欄にはよ、デブ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 ってよ、何回デブって言えばいいんだよ。俺が見てほしいとはそこじゃねえんだよ。だからもう我慢の限界だから、もうバドミントンの動画載せませんね。もう載せないから。俺もバドミントンもう載せない。質問デブ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 ってさ、確かにデブだよ、確かにデブ。だからさ、最近運動とかは全然してねえけどよ、じゃあここでなんだろうな、何でもいいけど縄跳びでもやってみっか。だからな、俺はもうな、我慢の限界なんだよ。だから俺が本当に全然運動とか全くしてないけど、今から二重跳び一発勝負、その回数をいけない人は俺のことデブ禁止、それでいきたいと思ってる。それ以上できるやつに関してはもうデブ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 言ってきてくれよ。それでいこうよ。ちょっと膝とかさ、ちょっと不安だけどね、最近ほらもうなんか、こうしただけでここの肉が詰まるからさ、まあ完璧アウェーだけどさ、まあそういうのも知らねえよ。まあ、バドミントンあげてもみんなデブ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 言うからさ、だからちょっと二重跳びで、見てるみんなと勝負したいと思います。二重跳びチャレンジ。チャレンジじゃねえよ、果たし以上だよ。タオケンから皆さんへ、皆さんじゃねえよ、お前らで、お前らへの何だろう、挑戦、挑戦、下克上、下克上だよ。それやっていきたいと思うから、皆さん今日もよろしく。お前そこよろしくだろ。よろしく。えいえい、うん、ふう。どうすか調子は。いやでもね、マジでね、ずっと飛んでないから、ちょっとアップは必要だと思うんだけど、本当ガチで一発勝負でやりたいと思うんで、ちょっとアップするわ。ちょ、上げていくわ。ちょまちょま上げていきましょう。あれどれだ。怪我だしなんて大好きだったけど、しっかりね、アップしていかないと。あー、ちょっと膝やばいよ、俺。最近はね、ウォーミングアップレペゼン地球で。何？何？グイ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 、あー、それそれ、グイ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 、あー、よいしょ。グイ、斜め的なグイよ。やばい。歌詞全然違うやん。いやー。疲れちゃった。でもちょっとまだ足りなくね。もうちょっといるっしょ。でも福岡にいるんでね。見えすぎんと。あ、いいっすね。手上げろ、もっともっと手上げろ。福岡好きは手上げろ。地元エリアを盛り上げろ。テンション爆発寸前。カット部地球の果てまで盛り上げて。もう息上がってきた。宇都宮はもちろん明太子を超えていこうか、限界を、楽しいことには絶対ゴー。アップ終了、グイグイよ、ね、で、まあ、大体目標はまあ分かんないけど、今こんな感じで、ね、4回5回ぐらい痛いんだよね、膝が。ちょっと不安なんだけど、まあね、タオケンすごい怒ってます。なのでやりたいと思います。一発勝負、まあ、これもね、僕対皆さんの対決なんで、皆さんもできる限り一発勝負で対タオケンでよろしくお願いします。負けた人はコメント欄にデブ禁止でチャンネル登録をするようによろしくお願いします。いきます。
はい、行きたいと思いますね。皆さんこれ一発勝負ですからね、現地切らしてね。やべ、ミスっちゃった、2回目ダダダダダ、あ、タコケより行った、やったダメですよ、一発勝負です。タコケのプレッシャー相当なものですから、これがタコケより低かった場合はね、こんなにデブよりも飛べない、それを自分に聞かせて毎日縄跳びこれからしてくださいということで、行きたいと思います、一発勝負。きついって、マジ腰が爆発しそうって。お前やめろよ。きっちや。記録は50だ。まあ、50から20とかできる。まあ継続は力なりだと思うんですよね。あ、靴もほどけてた。だからだ。まあということでね、デブ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 チャレンジ、これで終わりたいと思います。タオケンね、記録は50回ということで、久しぶりに飛んだ。うわ、昔はね手がパンパンだったんですけど、いや、やばい、足パンパンだわ。まあね、今日ねタオケンからの皆さんへのチャレンジ企画、皆さんしっかりやってくださいということで、今日終わります。ありがとうございました。どうしたんですか。どうしたんですか、タオケン。なんだよ。なんか苛立ってません？それは苛立つだろ。何があったんですか。まずよ、こっちはよ、バドミントンの動画上げてるのによ、いつもコメント欄にデブ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 って。言い過ぎなの。俺はバドミントンを純粋に伝えたいだけなの。お前さ、ふざけんなよ。笑いすぎだろ。ちょっと止めて。ちょっと5回だけ、どういう感じなのか。飛べなかったらもう企画も何もないんだ。あ、飛べると思う。え？ちょっと飛んでみます。あ、これいけんじゃん。まだ短い。皆さんでも言えますよ。ね。行きます。目標50以上。行きます。